これめちゃくちゃパワーがあるとこをちょっと実験してみようと思って、じゃーん。やってます、やってるんですけど、もう全然びくともしない。全然びくともしない。めちゃくちゃでかい石が。あのね、スロープ、道路からのスロープのところに。全然ダメ。何日かかるだろうこれ。いけ！めちゃめちゃ地響きがガーッ。もうさっきからずっとやってて、あそこね、でも上の方が最後だから埋めてしまうんで、このスロープの延長線上よりね、出てるとこだけ壊していこうと思ってるんですけど、それにしてもね、なかなかびくともしないですよ。こっちはだいぶ平坦になりました。平坦に。それでですね、ここの奥にもこの前ね、動画ででかい石が見つかってですね、これ今整地するために、要は平らにしていくために1回埋めてあるんですけど、これまた掘ってね、基礎を打つためのまた掘るんですよ。その時にここにある石が、高さがね邪魔になるんで、それも壊していかないといけないんで、結構ここからね何日かかかってきますね、あのでかい機械で。だから大きな石がここと、あとそっちの今ね、道路からこうずっとスロープで上がってくるこのスロープのところに今ぶっ壊しているところと、その手前とこっち側に大きい石があるんでね、まあやっていく中でね、どのぐらいかかってくるのか本当に読めないですね。こっちのね、もう高さ出しはいい感じで大体になってきました。あともうちょっとね削ってこっち側に寄せていくような感じになります。大体これがね水平です。ほらこうやってガーッとこっちの方で下がっていく感じになってますね。はい、森のおじさんは今日もね頑張っております。まっちゃんじゃないか、あれはまっちゃんがぶっ壊してくれてます。さっきからねこうだんだんやってるんですけど、びくともしないね、まっちゃんね。本当にこれパワーあんの？まあこの石に対してはちょっと小さいかなねえ。でもねこれめちゃくちゃパワーがあるとこをちょっと実験してみようと思って、じゃーん。なんと石を、これ結構でかいんですよ。ちょっと待って待って、この石もう持てないぐらい。この石をね、今からね、どのぐらいのあれで割れるか、どのぐらいのねこいつがパワーがあるのか、ちょっと実験したいと思います。じゃあ行ってみましょうか。一瞬でしょ。こんなにパワーがあるんですけど、これさっきからね、いくらつついてもつついてもね、びくともしないんですよ。ここにだから、だいたいここにどんぐらいの石があるの、こんぐらい、こんな感じだよね。そうですね、こんな感じのでかい石があるんで、それをちま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 ね叩き砕いてってるような感じです。じゃあお仕事の邪魔してすいませんこれがさっき砕いた石、これがねさっき砕いた石です。いやー、いつになったら終わんのかな、全然進まない。いやー、参った、本当に参った、これは参った、本当にやっちゃおうかな、あれを。参りました、本当に参りましたということで、今回もね、石に悩まされて、まあどうにもならないというか、もうこの石なんとかしていくしかないんでね、なんとかしていきましょうね。石なんとかして建物が建てれる、基礎をね、打てる状態にして、でこっちもね車が入ってこれるように、スロープを、完成させていきたいなと思います。本当飛ぶように見えていく資金なんですけども、ここでやめてももうどうにもならないんでね、突き進もうと思ってますんで、また次の動画で元気に会いましょう。それじゃあバイバイ。